会場となった愛知県女性総合センター愛知取り替えのハーレ2019表現の自由展は2019年10月27日に愛知県名古屋市の愛知県女性総合センターで開催された芸術祭である主催は政治団体の日本第一党の愛知県本部主催側の主張では国民からの猛反発を受けて一部が展示中されだに責任の所在や 事実の検証、展示再開是非で瞑想を続ける、愛知トリエンナーレ2019に対抗する、日本人のための芸術祭として、企画、開催された芸術祭である。愛知トリエンナーレが、愛知県や名古屋市などからの税金、県や複数企業からの講演を受けた上で、開催されていたのに対し、こちらはすべて個人個人からの資金により開催され、県や企業からの講演を、 一切受けていない。また、一時停止後に再開されたアイチトリエンナーレ2019では撮影などが禁止されていたが、こちらでは参加者の顔を映さない限りは、撮影や中継は、ほぼ可能としていた。桜井誠による雷大版についての講演と、同志制作の芸術作品、ベトナムの子供の展示、不自由と大きく書かれた、バッグ、 ベトナム戦争時の韓国軍兵士の蛮行を表現する紙粘土製、雷大犯像、犯罪はいつも朝鮮人と書かれたカルタなどが展示された。芸術監督は長尾明日本第一党副党首、会場責任者は谷口博史日本第一党愛知県本部長。ウィル愛知の設置条例と管理運営要項には差別的言動が行われる恐れがある場合に施設を 使用させないとの規定がある。これに基づき反差別を標榜する市民団体が施設側に展示会の中止を申し入れた。これを受け、ウィル・アイチは主催者の日本第一等に事前に確認を取ったが、主催者側は差別的援助を取らない旨の回答を行った。結果的に施設の管理者は中止を判断できないとして催しを許可している。 開催にあたって主催者と愛知県との話し合いにおいて主催者は県による講演を求めたがこれに対して県側は手続き上の不備及び過去の実績がないことを理由に却下したこれに対し同会合において主催者側は県側が意図的に受理を遅らせたことが手続きの不備を生じさせた原因であると主張したが県側は意図については否定しているこれを受け主催側は 今後も継続して展示会を開催する意向を示した。愛知県の大村知事は内容からしてヘイトに当たると言わざるを得ない。中止を指示すべきだったと述べた。主催者側代表の桜井は私はジマチョゴリを着て来台班の説明をしただけでヘイトなんて全くやっていない。カルタは売っているもの。それがヘイトというのは検閲じゃないですかと主張した。本展示に対し 大村秀明愛知県知事は明確にヘイトに当たるのではないかと思います。その時点で中止を指示すべきだったと明言し、催しを開いた政治団体への法的措置も視野に対応を考える方針も明らかにした。これに対し2019年10月19日に本来、一党も逆に大村知事を提訴するとアナウンスした。これら主催者と行政との対立に対し、 企画意図は理解できても芸術としては受け入れられないとする大村への賛意とトリエンナールで表現の自由を強調した大村知事が今度はヘイトだという。それは芸術に対するダブルスタンダードではという批判も向けられている。二つの展示会によって表現の自由論争が引き起こされた形となった。ありがとうございます。